ご近所さんの気楽なステージ。こんにちは、コーヒータイムの坂本です。はい、キースカクです。南です。ん南です。あ、南、ね、はい、はい、キース南です。はい、はい、それで、今日暑いんで、はい、ちょっと、なんかクールダウンというか、クールダウンというか、はい、今日はあまり聞いてて重くならないような。あ、そうです ね。前回が重たかったですか。うん、話をしましょうよ。はいはいね、というわけで、あのマカルームという、はいはいはい、僕がやってる、あの兄キーシミナミも一緒にやってる、はいはい、まあ、音楽ユニットといいますか、うん、まあ、それを中心にちょっと雑誌を、まあ、僕と兄で、あの KBE というよく分からない団体を作ってるんですけど、うん、ね、宗教法人を作ってるんですけど、うん、そこから雑誌を、あの政教新聞を出すなるほど、および目覚めよう、目覚めようを出すという、合わせたような、うん、政教新聞と目覚めようと赤旗を合わせたような雑誌を出すので、うん、ウェイウェイっていう雑誌なんだけど、うん、まあ、それをちょっと我々 KBE の2人プラス、まあ、カルムのエマルとちょっと話し合えて、ね、はい、8月に出るんで、うん、なるほど、はい、じゃあ、はい、今日はその話をしてください。今日はちょっと軽い話で、うん、そうです、はい、じゃあちょっとマカルムと終わります。はい、よろしく。で始まりました、お相手は、マカリウムのエマルと、あのご近所さんの気楽なステージはもう始まっとるよ。あ、そうな、何のコーナー、うん、いや、マカリウムのコーナーマカリウム何回やったの。何のコーナーか分からんやったん、ずっと何回も出とるけど。いや、新しいコーナーかなとか、坂本さん代わりかなっていう。そう、そういう、違う違う、坂本さんは坂本さんでオープニングやっとるから。じゃあ改めまして、はい、マカルームの浸れたステージ、こんにちは、始まりました。お相手はマカルームのエマルと朝日です。南、キーシミナミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりに私は、あの浸れたステージに出させてもらえるんですけれど、あの何をしてたかっていうと、別に特に何っていうことはないんですけれど、でもラジオにはね、久しぶりに出ましたね。今会話しよる、うん、会話しよるか、なんかもう一人でラジオを追っ始めようか、どっちなの。急にガクの目を見てねっていう目やってるから、びっくりした。いや、ちょっとね、あのちょっとだけこう熱を冷まさんと、体にこう熱がこもっとる状態やから、ちょっと熱を冷ましつつ、こう喋って熱を発散して話しているっていうところなんです。冷ましてからラジオせんと、それしながら冷ましちゃいかんよ。一旦休憩する。いや、もう大丈夫、大丈夫、もうこれは元気のもとよ。よろしくお願いします。適当やな。はい、その雑誌をマカルームが、はい、発売することになって、予約は、うん、終わっとるからね。終わった、うん、まあ、第一予約は終わって、うん、無事いろんな人が、いや、たくさんのね、皆さんにこんなに予約してもらえるとは思わなくて、ね、びっくりしましたね。まあまあ、いろんな人から予約が来て、うん、マカルームが所属してるキーシブラザーズエンターテイメントの、皆さんで、自主制作の雑誌を作りました。その名もウェイウェイという名前です。土地や人やふざけることをテーマにした、うんうん、ちょっと芸術史というか、芸術史っていうとちょっと言うと、なんかこう肩がこう上がってしまうけれど、うん、すごい、なんだろう、文化についてこういろいろと語っている本になります。インタビューしてたり、いろんな人に、いろんな人の写真撮ったり、いろんな人にお話を聞いて、いろんなとこに行ってね、それ楽しむんですね。初めての自主制作雑誌やね。初めての自主制作雑誌、はい、小説とかは作ったことあるけど、
そう、あの雑誌はねまた全然違うからね。うん、全然違う、うん、あのだからあの朝日の小説が入ってたり、みーくんの写真がたくさんあったり、うん、まあ、みーくんがインタビューした記事とかいっぱいあります。これは楽しんでください、うんうん、まあ、でもね、詩人の塚本くんを筆頭に、うん、そう、まあ、その雑誌を、まあ、自分らで作ろうっていうことで、うん、まあ、前から自分たちの、まあ、本とか、うん、なんか同人誌とか作ろうかとか、うん、文芸誌作ろうかとかずっとあったけど、まあ、やっとこう、まあ、作れるなという感じで作って、うん、まあ、なんとなくふわっとしたテーマとしてはもうざっくりこの我々が面白いと思うものを詰め込もうっていうようなことがあるので、うん、まあ、さっき、うん、まあ、なんとなくカテゴリーすると芸術誌とか、まあ、土地をテーマにとかいろいろあるけど、うん、まあ、芸術誌って言った時、芸術誌みたいな感じだったけど、結局芸術誌。そう、うん、それはそうやなと、で、うん、英語で言ったなっていう感じだけど、まあ、そういう、まあ、文化的なものっていう言い方もできるけど、まあ、うん、もっと簡単に言うと自分たちが勝手に面白いと思うことを詰め込むっていうような、うん、なってたので、まあ、ほとんど無名だったりとか、うん、まあ、全然は、例えばさっき言ったは全然発表しない詩人の友人がいて、うんうん、塚本君っていう、まあ、知り合いばっかりやね。そうそう、そういうのを徹底的にこう取材したりとか、うん、特集したりとか。でもね、こう皆さん皆さん皆さん、うん、あの友達とかさ、うん、知り合いをこうしっかりインタビューするっていう機会がないやろ、うんうん、友達のことをしっかりインタビューしてみるっていう、でこの人を特集してみるっていう、うんうん、ことをやってみたらね、うん、やっぱ面白い人やなって、やっぱ誰しも面白いんかもしれんし、うん、そうね、でやっぱりね、こう人を面白くさせる人っていうのがおるね。みーくんとかちょっとそういうとこあるけど、うん、ある普通の人やと思っとった人をある視点から見たらすっごい天才やったりさ、うん、それ分かりやすく作品発表して、うん、なんか評価される人やったら分かりやすいけど、うん、そうじゃなくて普通にただ生活しとるんやけど、うん、なんかもうすごいなっていうある部分を、うん、みたいなのを見抜いてインタビューして徹底的に特集するっていう、うん、ね、いいよね。私もなんかこうそのさ誤字チェックでさ全部何回もこう読むからさ、うん、こうやっぱりこう、ね、まあ塚本くんっていうのはこう詩を書き続けとったり、あと純子さんっていうのはお店をずっと続けとる、でもただのなんだろうバーの店主とかただの詩人なんだけど、掘り下げるとそのなんかこう もっともっといろんな部分が見えて、すごいなんかあなんか人って面白いなって思うね、うんうん、そうだ、でこれでこういうのはさよくなんかこう結構雑誌作ってるとかいう話を別 の友達とか話したりしたときに、うん、そんな有名人が出てないのに大丈夫みたいなこと言われたけど、うん、まあ、出てないからいいんやっていうのと、その面白さって有名人もその人気者もその人の面白さを周りがうまいこと引き出して商品化したっていうだけやから、うん、なんかね全く誰も知らない人もそのめちゃくちゃ面白い可能性がね、そうなって、うん、例えばあのパブリックスペースっていう特集をやってて、うん、まあ簡単に言うと街の何でもない空き地とかで、うん、まあ勝手に、まあ、飲んだりとかコーヒー飲んだりできるような、うん、まあ変にやたら外食でお金使うより実は街にいい場所があるよっていうような、なんとなくそういう特集をしたけど、それを一緒に大阪で取材してくれた、まあ、大垣さんという鍼灸師の、うん、僕バイトで接骨院働いてた時に知り合った先輩でいろいろ教えてくれた人なんだけど、うん、その人と、気づいたらこうバイト終わってから一緒にそういうパブリックスペースを探して、うん、でここはいいなって、しかも誰も迷惑かけない場所で、うん、でファッとこう急に路地からで座れそうなとこ、うん、でそこでコーヒー飲んでいろいろ語り合ったっていうのがあって、その、まあ、集大成みたいな感じで書いて、うん、でその人もなんか最初接骨院だから
どこにでもあるような接骨院でカーテンで仕切られて、うん、まあ、患者さんが寝てて マッサージをこう一人一人してる、うん、まあ、僕は資格がないから、まあ、ちょっとお手伝いとか、まあ、してて、うん、でカーテン越しにその大垣さんっていうのは、まあ、先輩何人かいるけど、うん、話し声が聞こえてて、もっと面白さをこの人隠し持ってるなっていう感じ。これは、うんうん、この、まあ、大げさな言い方すると僕と話すのを待ってるなっていう気がする、うん、なんか僕じゃなくてもいいけど、うん、この人は喋る相手を本当は待ってるぞっていうような、うん、そういう面白さがあって、うん、だからそこの奥行きが見たいなと思って、ちょっとなんかの時に帰りにちょっと喋ったりしてて、うん、中島アナも好きでしょみたいな話したら、うん、なんでわかるのみたいな感じで仲良くなったっ、うん、例えば塚本君にしても、うんうん、塚本くんがすごい面白い人やと思うけどさ、うんうん、面白い人やって気づかん人の方が多いかもしれんっていう、うん、だからそうさっきの芸能人とか有名な人とかはもうすでに特集されている人やから、うん、そうね、特集された部分が分かりやすく商品になってるけど、うん、そうそう、まだ商品として見出されてないから、うん、結構スルーされるよね、うん、分かりやすく面白い人じゃない、うん、それをやっぱ見抜くっていうのが編集よね。そうやね、うん、それが編集やって、編集ってそういう世界、いやでもね、やっぱ世界をそうどう編集していくかみたいな視点がないと、うん、まあね、うん、なんかやっぱり面白いことはそのあるなんか、なんか面白いことを探すっていうよりかそこに面白いことがあるからっていう ね、 そ う、 やね、そういう反応をね、うん、どんどんなんか、うん、そういう面白さがこう広まるといいなみたいな。バイト先のカーテン越しに見つけたんよ面白いの、ね、なかなかあると思うやん、うん、バイト先のカーテン越しに、うん、やっぱね、そうフィジーとか行ったりさ、うん、台湾とか行ったりしてあるもんやと思ってるからさ、ディズニーランド行ったりね、逆に大オーディションして集まってもらうもんやと思ってるけど、カーテンの向こうにおるんやん。そう、でもそれでもさ、うまいことね、うん、こう話してみたら、うん、やっぱり面白くて、うん、なんかあのツイッターとかでも、うん、なんかもうどこまで行くねんみたいな状態のツイッターやってたり、そうや、ねうん、みーくんと大垣さんのツイッターのやり取りはもうすごい面白くて、私はすごい気に入って、うん、もう名言が毎回出るから、うん、もういいねいいねって僕と話すのは待っとったんやないかって言ったけど、待ちすぎやろ待ちわびすぎやろ溢れてとる、ね、でもそういう本やと、だから、うん、そのそういう、まあ、僕がこのなんていう、僕がすごいとかではなくて、なんか向こうになんかそういう、まあ、タモリさんじゃないけど、うん、なんかこうすごい才能があるけど、うん、全然違うことして過ごしてる人っておるなと思って、うんうん、それがカーテン越しかもしれんし、だからそれこそ接骨院行って自分を指圧してくれる人がそう案外そうかもしれんとかね、うん、こう接してる人の別角度から見たらめっちゃ面白い人かもしれんみたいな。いやだから要さ、うん、あの人どうかなとかいうのはさ、うん、あの人私のこと好きかなとかさ、うん、そんなんばっかりやろ、うん、そうなんよ、そうじゃなくて、うん、あの人特集したらどうなるかっていう、そうそうそうね、あの人にインタビューするんやったらどういうテーマなんかっていう、うん、俺に人物はあるかや、そう出てくるよ、出てくるよこれ、うん、インタビューしていいって聞いた瞬間、うん、俺に人物はあるのかあるのかっていう返ってくる、うん、今のはまあ塚本君という詩人の特集のタイトルやけど、そう、うん、そのインタビューして人物を探りたいけどいい、うん、みたいな、友達やけどみたいな、うん、言った瞬間、うん、いやええけど俺に人物あるのかこれ いけると思う、いやそのセリフをね、だからスルーせんとこやね、うん、これやって見つけれるとこやね、そうだね、大事なダイヤモンドもさ、うん、小石やと思ってしまうわけよ、うん、俺に人物あるのかって、いやあるのかってどういうことなんていう感じでスルーするやん、うんそうじゃないね、もう俺に人物あるのかってもうゴール決まったぐらいよっしゃうよっしゃっていう、そういましたよみたいな、ね、うんそうそうそう、うん、なんかやからさ社会でさ社会、うん、いやずっかからんねえやな別にいやいや社会入れてくるからいやちょっとうまく言えるかからんけど、うんうん、まあだから社会で、ま、真面目にこうある規定のやり取りじゃないとさ、うん、こうボキッてなんか受け入れられないというか、うん、面白いこといっぱい発言しとるのにスルーされてさ、うん、なんかこう真面目な部分の面しかこう
なんてフォーカスを当てられんから、うん、なんかもったいないなっていう人は本当し、ね、なんか逆になんかそれそのいつもヘマしたりとか、うん、間違ったこと言ってしまって、うん、何言ってんのみたいな空気になったりするのが、うん、なんかいや何言ってんのってめんどくさいっていう感じじゃなくて、うん、面白いなっていう風に変わったらもっと楽しい世界になるのになっていう、いや本当そう、うんうん、特にね会社とかやとこう、うん、専門分野専門分野やからね、この規定の中でうまくやっていくっていう、うん、それ以外の部分は会社では見せてはいけないっていう、そうそうことやからね、うん、でも本当にいい雑誌やと思うけどね、雑誌を作るっていうものの根本に立ち返ったような、うん、こう編集者の目線で世界を切り取るっていうね、うん、ちょっとした有名人みたいなのも、ちょっとしたって言ったら失礼かもしれんけど、うん、知ってるぞこの人っていう人ももしかしたらちらほらね、うん、いるかもしれない。それもそれでもちろんちょっと面白い取り上げ方をしてるから、うんうん、ちょっと他ではそう言われないような言い方で特集したりとか、うん、っていうのも面白いとこやし、うん、また全く知らん、全く知らんし、うん、まあ、ほとんど今後も出てこないんじゃないかっていう人もおるやん、うん、そうね、うん、そういう人を見てほしいね、うん、それでその雑誌をウェイウェイを読み終わった目線で自分の周りの人たちを見てほしい、ね、うん、そう、まず家族、家族から、うん、友人から、うん、バイト先から、うん、そうそう、案外、うん、そのいつも見てる母親でも、うん、狂った一面絶対あるから、絶対あるから、うん、それはね、何言ってんだおかんとかじゃなく、うんうんうん、なんかこうそこをなんかこう掘り下げて、うん、文章にまとめてね、うん、出版してなんか出版うん、出版したらいいよ、うん、それは。そうそう、全員がタモリさんな可能性があるわけ。その、うん、タモリさんを探す赤塚不二夫の気持ちで生活してほしいって、うん、で自分もタモリさんかもしれんし、うん、だから、うん、タモリ兼赤塚不二夫っていう、うん、この表裏一体というか両方を持って生活したら、うん、面白いんだよなと思うわけよ、うん。なんかよく坂口恭平さんとか、うん、まあ、みーくんもそう言うと言っとったかもしれんけど、うん、まあこの今ここの今現在のこの何、うん、状況は全部劇やと思って過ごすと楽しくなるっていうさ、うん、こう、うん、こういう今は物語の設定みたいなさ、うん、楽しくなるとはまあ言ってはないけど、まあ何でもこう演技というか何かのステージの上かのようにっていう、うん、あ、それはあるね。えなちゃんが、うん、まあ、昔から僕ら知ってるやん。その結構あの人いろんな東京で仕事もしてたし、うん、まあ、大阪でも結構結構その例えば面接でもいいし、まあ、よくもう就職してるやんとその会社でもいいし、ちょっと嫌な時とか緊張した時に、うん、例えば面接行く時はこう面接が始まる瞬間にこの自分の中でコント面接っていうらしい。ああそうなんや。で入るとめっちゃおもろいらしい。確かに、なるほど、そうそう、宣言するんやね。そうそう、コント面接、うん、早めに切り上げたい時はショートコント面接、そうショートコント面接とか、ね、やったらもう普通のこと言われてるのにめっちゃおもろいらしい、うん、でも毎日なんかこの仕事面白くないなとか、うん、思い出したら、うん、またその朝出勤した時に、うん、コントオフィスと自分の中で言われる、うん、そしたらめっちゃおもろいらしい。なるほどね。でマンネリ化してても、うん、いつもこういうこと言ってくるよなが、うん、おなじみの感じで、うん、なんていうのもうベタなギャグ言ってきたみたいな感じで対応、うん、ちょっと気分よく対応、これいいなと思って。あ、なるほど、うん、なんかさ昔からさ、うん、このガクもミーくんもさ、こう電車の中とかでも、うん、なんかある時にこう、うん、客がおるっていう前提でさ、うん、カメラがあるっていう前提で会話するとかさ、うん、こう今ある状況を自分たちでおもろいなとかじゃなくて、うん、これ人に見せるんやったらこういうおもろさやなみたいなのを常に考えながら会話するみたいなのがよくあって、レアマルがそれを、うん、そういう目線を持つっていうのなんかようわからんみたいな言っとる時もあったよ。分からんっていうかカルチャーショックだったその、うん、最初知った時は、うん、でさ、うん、最近は、うん、それが結構ツイッターとかで、うん、みんながそういう今の状況をみんなに見せるみたいな、うん、
状況結構みんなやっとると思うんやけど、なんかねツイッター見るとそういうちょっと急に舞台に立ったみたいな、うん、やり方分かってないなみたいなさ、そうそうそう、ちょっとルール、あそれやっと違うんやけどなっていう、うん、どういうこと、あそこ言ってんやとか、いや例えばこれを言ったらもう嘘くさくなるからもうそこまでもらんでええのにとかいうのを過剰にツイッターやと言っとったりとか、うん、うんうん、とかそこはアニメ口調なんやとか、そうそうそう、だから急に学祭で漫才やらされたもんやから、うん、学生がそうなんかこうっていう感じになってしまう、ね、そうそう急に舞台になった感じで、うんうん、っていうのでなんか昔から幼き頃からそういう目線でなぜか暮らしとったから、うんうん、こういうやり方でやるんやぞっていうのを雑誌でちょっと、うん、そうそう、普通の生活とか普通の友達とか普通のバイト先の知り合いをコント何々って言って特集するような、そうそうそう、そういう精神って大事って言おうと思ったけど大事なんかな。でも大事じゃない気がする、ね。ない気がするけど、うん、ふざけ心っていうね、うん、こうやっぱ持つっていうのはこう自分がこうの心をこう弱らせないための工夫としてはすごく強みになるな。そういうこと。ふざけ心ってね口言うのは簡単やけどさ、知っとる赤塚不二夫のドラマやっとるの。あ、そうなの。そう、この前カレー屋でたまたま流れとってテレビで、割となんか最後の方ラストみたいな雰囲気やったんやけどさ、佳境に佳境に入ってる感じやったんやけど、なんか分かんないけど入院した赤塚不二夫が頭に包帯巻いて、うん、多分なんかもう大変な病気かなんかで、うんうん、でなんか感動的ななんか 夕日がバーンって流れながら、うん、すごい感動的なピアノの曲が流れながら、うん、一言これでいいのだって言ってわーん俺みたいな、それ言う、あーふざけてないわっていう、あふざけてるようなアピールをみんなするわけ、うん、ねとか、うん、友達同士でもこうこうなんかこういつまでもふざけようぜみたいな、うん、ね、うん、テンションそうみんなでバーベキュー、うん、まあバーベキューは真面目なんかせんけど、まあこうふざけてるところばっかりこうアピールしてやっていこうっていう割に、うん、今回雑誌でふざけてる特集っていうので、うん、いろんな人にオファーして、うん、まあただふざけてないって怒られてる、あ、うん、ふざけてやってるんじゃな い, いふざけてやってるんじゃない、いやあのね、うん、言いたいふざけるとか、うん、ふざけるのが好きとかいう人に、うん、ふざけるってどういうことかっていうと、そうそう、人に怒られるっていうことだよ、そうなんだから、あのね、ふざけようふざけようって言って、うんうん、いざじゃあやろうってなった時に、うん、どうしたの？血入ってる。いざやろうってなった時に、うん、いやそれは怒られるやろとか、うん、それはマナーがなってないとか、うん、いやふざけるのはええけど人に迷惑かけんようにせんととか、うん、いや違うっていう、うん、ふざけるっていうのはもう誰かに迷惑かけることで、うん、誰かに怒られることやから、うん、そうやっぱ今回の特集でも自分たちでふざけるのもあるけど、うん、あるいろんな人をふざけているという体で、うん、ふざけた誰々何々をふざけている人という特集するけど、うん、まあ、大体ちょっと嫌な顔されるっていう、嫌な顔される、うん、もう友達にも嫌な顔されて断られたし、うん、結構道端で人に言う、うん、あのもうパンと、うん、これふざけてるぞと思って声かけて、うん、もう本当やめてく、あのやめてくださいみたいな言われたりとか、うん、やっぱりこういうふざけることの大事なことってなんか同調圧力とかがかかった時にすごくふわっとこう抜け出る力でもあるのかなっていうのもあるし、うん、抜け道になるよね、うん、でも絶対に怒られることっていうのはね大前提よ、ふざけるっていうのは絶対に、うん、絶対にそのまともな論理的に考えたらおかしいことをするっていうことやから、うん、論理的にもう注意されるんやからそれは、うん、そうですか、うん、そうです下手なインタビューはやな、やめてくださいまあまあそういうね、うん、雑誌をそういうね、なんかまあ、うん、とにかくそういう我々の心をね、うん、楽しんでもらえたらすごく嬉しいなと、うん、そうですね、ということで8月18日に、まあ、予約できなかったから、ね、なんかちょっとずつはこう入手できるような、まあ、一応声かけてくれたら今のところはやります、ちょっと待つかもしれんけど作るは作るって、うん、でまた予約できなかった欲しい人は全然また連絡をいただけたら、
お願いします。またあの発売用の時はまた連絡します。はい、はい、ではでは、またの機会にお会いしましょう。またの機会にまたの機会にお会いしましょう。またの機会に、またの機会にどうぞ。何やそれ。どうぞ、はい、またの機会に。ありがとうございました。ありがとうございます。というような、はい、はい、皆さんどうでしたか。聞いて無理に買わなくていいような本でしょう。いや、そんなことないです。そんなことないですけど、まあそんな気もします。いやいや、世界の仕組みが分かる本ですよ、うん、なるほど、はい、まあ皆さん唯一心とは何かっていうのも、うん、そう楽しみで、永遠の方とは、ね、永遠の方と、はい、まあたまにはこういう気楽な本も読んで、もし感想があれば、ね、気楽な本じゃないですよ。重たいですか。重たい、もう濃い内容の本ですよ。なるほど、はい、ちょっと考案に目をつけられたんじゃないか、じゃないかぐらいの、うん、ぐらいの、はい、もうじゃあ皆さん楽しみに、読んでください。はい、欲しい方は KB のホームページで予約してください。ちょっと何を今僕ちょっと嬉しそうに考案できたいや、まあ浮かれとるんやろ。浮かれとるやろ。もう頑張ってできた雑誌やから、うん、トータルで言うと1年ぐらいの計画だったんで、 KBE、 E です。いいね、はい、キーシーブラザーズエンターテインメントです。あ、なるほど、はい、じゃあそこのホームページ行って行けば購入できる、まあ、行けば分かると思います、はいはい、詳細も載ってる、詳細も載ってるんで、はい、了解です、はい、ということで、今週は、はい、ありがとうございました。はい、ではまた来週。また来週。元気やな、最後だけです。佐藤さん黙って、佐藤さん黙って。ポケットに帰る